はい、こんにちは。今日はですね、プロクリエイトやっていきます。昨日に引き続きですね、プロクリエイトのチュートリアルをやっていきます。で、ちょっと昨日難しいメモをやったので、今日は簡単にこの Kindle のアイコンを書く方法をやっていきたいと思います。本当に誰でもサクッとできるようなチュートリアルになっているので、よかったら皆さんも一緒にやってみてください。で、まずやることなんですけど、今日は、プラスボタンからスクエアのサイズでキャンバス開いていきます。で、ここからどんどん書いていくんですけど、一番最初やることは空の背景のとこですね。これを書いていきます。で、グラデーションを作っていくんですけど、グラデーションの作り方を紹介します。まず、ソフトブラシっていうブラシ取って、適当に青色取りますね。で、一番上にこの青を塗ってあげる。で、ちょっと色を変えて、違う色を下に塗っていきます。同じブルー系なんですけど、ちょっと淡い色のものを下に塗っていきます。で、もう一色塗りましょうか。もう一色塗って、だいたい3色から4色ぐらい、こういう縦にね、並ぶように塗ってみてください。で、色が塗れたら、こっからグラデーション作っていくんですけど、今レイヤーこんな状態ですね。で、左上の調整パネルのところから、ぼかしガウスっていうのがあるので、これを選択します。で、この状態で、画面を左から右にスライドさせてあげるんですよ。そしたら上に今バー出てるの分かると思うんですけど、これがこのぼかしの値、どれだけぼかしますかっていうのを今スライドで決めてあげます。で、あんまりやりすぎちゃうと、もう全部ボケちゃって、ただのブルーになるので、程よいところを見てもらって、こんな感じかな？これぐらいに今回はしておきます。で、ここまで描けたら、もう空のとこ完成なので、次、新しいレイヤーを1個追加して、このレイヤーに、黒い部分ですね、男の子の絵を描いていきます。で、今回使うブラシなんですけど、これ自分でカスタマイズしたやつを使っていきます。ライトペンダークってやつですね。私ブラシ売ってたりするので、そこから買ってくれた人はこの中にライトペンダークっていうブラシ入ってるので、よかったらこれ使ってください。で、持ってない人はスタジオペンっていうブラシがデフォルトの、ブラシセットの中に入ってるので、スタジオペンでも大丈夫です。私が作ったやつだともっと描きやすいので、ぜひよかったらね、ダウンロードしてみてください。で、最初ですね、まず地面のところ描いていきます。適当にライン描いて、こうやってグッてホールドしてると、こういう綺麗な曲線が描けます。直線とかも描けますね。あと三角とか丸とか四角とかも、こうやってホールドしてあげると綺麗に描けます。で、地面のとこ描けたら、その上に新しいレイヤーを追加して、ここに男の子の絵を描いていきます。で、今日はですね、ざっくりもうラフな感じで描いていきたいと思います。今ね、左側に iPhone を置いてるんですけど、この左側の iPhone をお手本に見ながら書いていきます。で、別にですね、この iPhone を横に置かなくても、皆さんはiPad のスプリットビューっていう機能があるじゃないですか。画面分割ですね。それで、その右か左かに Apple Store もしくは何か参考になるものを開いて、で、片方にはプロクリエイト開いて、そうやってお絵かきしていただいた方がいいと思います。私これ今スプリットビューしてないのは、まあ撮影してるからっていうのと、あとは今これ使ってる iPad が iPad Pro の11インチなんですね。なんで11インチ使ってる人は画面分割で書くとちょっとちっちゃく感じるかもしれないですね。書く方がね、プロクリエイトの方が。なので 12.9 とかの大きいサイズの iPad Pro を使ってる人とかだと、スプリットビューで開いて書いてあげるとかなり効率的に絵が描けると思います。で、ここまで描けたら男の子のとこ完成ですね。で、最後星を描いていくので、星を描くときはこの空のレイヤーの1個上、ここにレイヤーを追加して、ここに星を描いていきます。
で、まずですね、色白を取りまして、で、ブラシなんですけど、ボックス下の方にキドっていうボックスがあるので、ここの中に微光っていう、ブラシがあるんですね。これ今2個あるんですけど、皆さんは1個しかないです。なので、それをこうやって左側にシュッてして複製してください。複製で、この複製したやつをちょっとカスタマイズしていきます。とタップしたら、このブラシのセッティングが開くので、ここで、一番左のストロークのところで、ここに感覚っていう項目が一番上にあるので、これをいじっていきます。で、これを、パーセンテージ上げていくと、この感覚、星と星の間の感覚っていうのがどんどん広まっていくんですね。なので、かなり分散した星を描くことができます。デフォルトのやつだとね、すごいこんな感じで詰まってるんですよね。ほんとキラキラしすぎちゃってるので、カスタマイズしてあげたやつで塗っていきます。はい、じゃあこんな感じで完成になります。どうですかね。70% ぐらいかな。まあ今日はですね、クオリティはともかくとして、まあ、すぐにこういう可愛いねアイコンみたいなのを作れるよっていうチュートリアルでございました。こうやってね、後ろにグラデーションの背景、なんでもいいんですけど、背景作って前に影っぽくオブジェクト書いてあげるとすごく可愛くできるので、皆さんもよかったら試してみてください。で、まあこれからですね、こんな感じでサクッともうすぐに描けるような絵のティップスとかもね、どんどん入れていきたいと思います。まあね、難しい絵とかも楽しいんですけど、多分皆さんが知りたいのはこういった簡単なね絵の描き方だと思うので、そういうのもどんどんやっていきたいと思います。はい、ということでね、まだチャンネル登録してない方はぜひポチッとしていただけると嬉しいです。あとちょっとで1万人です。皆さんありがとうございます。はい、では次回もお楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。